今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリン。天気は晴れ、最高のピッチコンディションとなりました。この試合の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。ブラックキャッツがユナイテッドと対戦します。シーズンも終盤に入りますが、チームはかなりの不調に陥っているようです。残留の可能性は残されているものの、ここからは全て勝つぐらいの気持ちでいかないと危ないでしょう。降格を回避するためにも、ここは絶対に勝ち点3が欲しい一戦になりました。いいビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。まだ安心はできません。これは難しい、失敗です。このボールは外に出てスローインでの再開となります。いいところでインターセプトしました。決まった、ゴール。早くも先制点を挙げてきました。さあリスタートです。現在ユナイテッドがリードしています。デイビス、視線が中にいった。さあ出すか、激しく寄せていきましたね。スローインです。このミスは痛い、相手にパスを出しました。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ブラックキャッツがサイドのスペースを使ってきます。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。サイドチェンジ、これは見事なパスカットです。サポートを使うか。視野が広い、このボールを奪います。このパスはまっすぐ相手に渡ります。エトータッチを割ってスローイン。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。ボールを素早く戻します。マイナスのクロス、しっかりとしたディフェンスです。ここは打てるか。ここはしのぎました。危険ではありましたが、守備が上回りました。いいところを見ていました。スルーパスが裏へ通る。タックルでボールを取り返した。パスは読まれていました。中に入れてくるか。マークを振り切った。入れば同点ですが、ここはキーパーが死守。ユナイテッドがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。この位置でカットした。さあどうする。ディフェンスボールを奪います。パスは完全に読んでいた。主審がファールを取りました。フリーキックです。うまく読んでいましたね。ドリブルで運びます。タックルでボールを外に出し、コーナーキックになりました。中に入れた。再びコーナーキックとなります。さあボールを蹴った。あっとこれはミスか。クリアしきれません。
スローインが与えられます。これはスローインになります。ファールです。主審はカードを出すのでしょうか。インターセプトでチームを救いました。プレスが効いている。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。チャンス、これは絶好の位置、決まった。これでリードを2点に広げました。いいスペースにボールを出しました。大きなチャンスとはなりませんでした。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ここからどうするのか、仕掛けてくるのか。狙い通りの位置へ飛んだものの味方と合いません。アディショナルタイムに1分加算されましたね。相手の出しどころを潰しボールを奪取しました。チームでの連携が取れたプレスです。何かしてきそうですが、深くえぐってからのクロスです。ナイスディフェンスです。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半がスタートしました。現在ユナイテッドが試合をリードしています。カンテ、まずはパスを回して隙を狙います。ちょっと慎重に行き過ぎたか。相手ボールです。サポートの選手がいます。狙える位置です。ここはキーパーがしっかりと受け止めました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。カウンターのチャンス、仕留められるか。このチャンスは生かしたい。いいカウンターになるかと思いましたがボールを失いました。ユナイテッドがサイドを使います。マイナスのクロスで折り返す。これはナイスインターセプト。通っていれば危ない場面でした。ディフェンスが冷静に対応。ロブパスの先に選手が走り込む。いい形になりそうです。スペースに抜けようかという場面ですがオフサイドです。飛び出すタイミングが早すぎましたね。アイデア自体は良かったと思いますよ。ここまではユナイテッドがボールのシェア率で上回っていますね。文字通りゲームを支配していますね。それが結果にも表れています。クロスを狙いそうですが、カンテ、パスを細かくつないでいきます。
危ない場面でしたがナイスインターセプトです。佐藤、クロスを出せるか。ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。1対1のチャンス、決まった。素晴らしいシュートが決まりました。いやー、思い切りよく打ちましたね。これはキーパーも意表をつかれたでしょうね。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も見事でした。ここはインターセプト、しっかり予測していました。かました。さあどうする。ここからポゼッションは相手チームに。クロスを狙ってくるか。ライン際での攻防でしたがスローインになります。サイドを変えます。これは読んでいたか。パスをカットしました。メッシ、コルナ、ここでパスをカット。相手の攻撃を断ち切ります。クロスを狙ってくるか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。この位置で相手のマークに合っています。前に運んでいます。打った。かなり追い込まれていましたが最高の時間に同点ゴールです。素晴らしい仕事をやりましたね。チームを救いました。このパスは通さない。さあどうする。相手を抜きました。入れば1点リード。まだ安心はできません。鮮やかなタックル、前方に運びました。時間がない中これが最後の攻撃になるかもしれません。ゴールを決めれば勝ち越しです。チャンス、近距離からのシュートでしたが枠の外。力強いシュートでしたが少し枠を外れていました。下がってボールをもらいます。これで終わるか。終盤でコーナーキックを与えられました。ここから得点できれば勝ち越しです。コーナーからエリア内へ。カウンターを仕掛けます。重要なチャンスになるでしょう。ボールをクリアしました。いい位置です。チャンスにできるか。このシュートは阻止されました。勝ち越し点が欲しいところでコーナーキックのチャンスです。生かしたいでしょうね。ゴール前に入れた。ディフェンダーがクリアしました。両チームとも互角の戦いです。試合は延長戦に入ります。
延長戦の開始です。集中を切らさず頑張ってもらいたいですね。相手のマークにあった今このまま行きたい。ゴール決まった。試合再開です。ブラックキャッツは現在ビハインドですね。敵陣へボールを運ぶ。ここはディフェンスが対応します。完璧なタイミング。前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。体をうまく使ってボールを守っています。
スタジアム素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタジオベニートビジャマリンです。実況は私西岡明彦、解説席には確かなサッカー感が光る福西崇さんをお迎えしました。福西さん、会場のサポーターも興奮を抑えきれない様子ですね。すごい試合になりそうです。今シーズンも終盤を迎えていますが、チームの成績は未だ低迷しています。降格の危機にある中、残り3試合でどれだけ勝ち点を稼げるんでしょうか。まずこの8戦目で残留への覚悟を見せてほしいですね。ボールを狙ったタックル、コロナ、キム、ベイ、ラインを割ってゴールキックになりました。キム、ゴール前に入ってきました。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。ドリブルでボールを持ち出、最後はキーパーの手の中へ。ベイ、クロスを狙いそうですが、ここでうまく対処します。キム、フェライニ、ベイ、見事なタックルでボールを奪取しました。ディフェンスが奪い返します。コロナ、メッシ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。さあどうだ。どこまでドリブルするのでしょうか。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。いいボールを送りたい。中央へのボール、キーパーがよく抑えました。いいカットです。ボールを奪いました。ベイ、フェライン、思いっきりのいいタックルですね。ボールをダッシュしました。さあリードできるか。これはナイスブロック。ピンチをしのぎます。ディオゴ、ベイ、狙える位置です。ここはクロスでしょうか。ここはディフェンスがブロック。あっとパスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。攻撃の流れを切ります。メッシ、クロスを狙ってくるか。ブロックに当たる。これは狙えます。
おっとブロックでシュートを阻止しました。ディオゴ、見事なタックルです。クロスを出せるか、これはいけそうだ、決まった、ここで先制します。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。アウェーチームがボールをキープする時間が長くなっています。しかしあまりに攻めが淡白なんですよね。相手を追う立場なんですから、もう少しゴールへの執念を見せてほしいです。このパスはカットされました。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。中央へのボールはクリアされました。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半の試合内容を振り返ります。福西さん、静かな さあ、ブラックキャッツがリードしたまま後半戦の開始です。ボールを回し攻撃のチャンスを伺います。ベイ、ヘンダーソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。しっかり見えています。残念ながらゴールにはつながりません。コーナーキックです。ボールはエリアへ。このボールはディフェンスがクリアします。今のはファウルかどうか微妙ですが、サポーターは判定に納得していないようですね。笛はなりません。アドバンテージを取りました。仕掛けてくるのか。ここはクロスのチャンス。よく相手の動きを読んでいました。取りました。すぐ攻めに出たい。キム、ゴール前にアーリークロス。頭で狙ってきましたが、ボールは横にそれてしまいました。コルナ、このパスは簡単にカットされました。フォワードに低い位置で渡します。攻め方を変えてくるんでしょうか。ディオゴ、おっとインターセプト。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。アタッキングサードに入ってきた。スローインが与えられます。ボールが相手に渡りました。
ホームチームのボールシェア率が落ちています。まあポゼッションが全てではないので、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。攻守が入れ替わります。打った、シュートを通さない。このパスは読んでいました。素晴らしいスルーパス。ボールを抑え込みます。追いつけるか。おっと、今のはキーパーのスーパーセーブです。おっと、クリアミスか。これは危ない。キーパーがボールを弾き出します。ボールをカット。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはタッチを割らざるを得なかったようですね。ここはよくスペースが見えていました。通ればチャンスでしたがオフサイドです。ちょっとタイミングが合いませんでしたね。もう少し待ってから走り出すべきでした。ここから中に折り返したい。ベイ、これはいけません。あっさりとパスカット。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。何かしてきそうですが、いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。カウンターのチャンスです。1対1のチャンス。相手の隙をついた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。キーパーがセーブします。ボールをキャッチしました。ゴールに向かっています。攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。パスはカットされます。この位置からチェックされています。この位置でインターセプトします。エツリュ、これは読んでいたか。パスをカットしました。ボールを前に運びます。ボールが外に出てゴールキックです。かけてくるのか。見事なタックルです。何をしてくるのか。ディフェンスがうまく対応。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。アディショナルタイムが2分追加されました。オフサイドの判定です。試合終了のホイッスル。この一戦ホームチーム
タジアム素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリンです。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。ブラックキャッツがワンダラーズと対戦します。今シーズンも終盤を迎えていますが、チームの成績は未だ低迷しています。降格の危機にある中、シュートチャンスです。ここは大きくクリア、チャンスでした。強烈なタックルです。シュート、コーナーキックです。ボールを入れた。このクリアは小さい。あわやという場面でしたが、これでひとまず安心です。ボールポゼッションは相手チームです。高い位置でカットします。中の選手を狙ってきた。ゴール、ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。酒井、どこまでドリブルするのでしょうか。いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。絶妙なパス、見事なセーブ。ここはキーパーが弾き出します。相手が寄せてきました。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。タッチを割ってスローイン。コルナ、裏も見えていたのか。キーパーのファインセーブですね。さあボールを蹴った。ディフェンダーにクリアされました。攻撃の流れを切ります。ワンダラーズがサイドのスペースを使ってきます。クロスを狙ってくるか。これはナイスインターセプト。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。さあ自ら持ち込んでいく。この攻撃は失敗です。ボールは相手に渡りました。ここはセーフティーファースト、タッチに逃げました。ここでインターセプト。なんとか追いついてボールをキープします。奪った。一転してチャンスだ。ブラックキャッツボールのコーナーキックです。コーナーから中へ。ちょっとクリアが小さいか。ファールを取るべきか微妙なところでしたが、サポーターは判定に不満のようですね。審判に向けて激しいブーイングです。笛はなりません。アドバンテージを取りました。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。最後はキーパーが処理します。ホームチームのボール支配率が落ちています。まあポゼッションも大切ですが、一人の選手が1試合でボールを触る時間は平均1分ほどです。
現在のスコアを見ても勝つためにはオフザボールの動きが肝心だと分かりますね。このカットは大きい。しっかりと奪いました。しっかり見えています。スローインです。おっと、インターセプト。カウンターのチャンスです。ボールを前に運びます。中にいいボールを送りたいですね。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。これは見事に奪いました。ジェラード。インターセプトします。裏を狙ったパス。通ればチャンスだ。佐藤。コルナ。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。試合を止めていた分アディショナルタイムが1分追加されます。クロスを狙ってきますか。おっと、相手へパスしたような形になりました。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半はいかがでしたでしょうか。意図は見えていました。後半がスタートしました。現在ブラックキャッツが試合をリードしています。エツリかました。さあどうする。中で選手が待っています。クリアが足りないか。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。このパスはカット、読んでいたんでしょうか。これはナイスインターセプト。パスを出した先は相手の選手。ボールをドリブルで運んでいます。ボールをクリアして危機を逃れました。ボールがタッチを割ってスローインです。どこに入れてくるんでしょうか。この反応を見るとサポーターは PK にならなかったことに不満のようですね。一方相手のサポーターはシミュレーションじゃないかと抗議しているようです。この位置でカットした。
ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ボールを一度ゴールキーパーに戻します。ここまでのポゼッションはワンダラーズが上回っています。しかしながら効果的に攻められていないことが問題です。もっとピッチを広く使って相手を揺さぶっていかないと同点へのチャンスは作り出せないでしょう。ボールポゼッションが相手に移ります。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。これはよく見ていました。入った。試合を振り出しに戻す同点ゴールです。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ボールを取り返します。ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。マイナスのボールが出ました。このシュートは阻止されました。スペースへのボール、ここからどうするのか。これは強い。ボールを奪われません。スローインです。このコースは読まれていたか。コルナ、低い位置でボールを受けました。ここでカットしました。エツリュ、ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。鈴木キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。勝ち越しゴールを奪いたいですね。マーカーを抜いた。ボールをクリアしました。これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。ホームのサポーターの声がどんどん大きくなっているようです。時間が少なくなっていますが、勝ち越しゴールは生まれるでしょうか。体力的には一番厳しい時間ですが、この声を聞けば足も止まらないでしょう。期待したいですね。最後に勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ここは通しません。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。クロスで狙える位置です。これはスローインになります。キーパー素晴らしいセーブを見せた。この時間でリードされるのを防ぎましたか。本当にビッグセーブでした。酒井、自陣内で相手のプレスを受けています。さあどうする。ここはクロスが大きすぎたか。ワンダラース、ここでボールロスト。これは
ナイスカット、チームを救いました。時間がなくなってきました。勝ち越すためにもここでうまくチャンスを作りたいですね。マイナスのクロスです。ボールを運んでいます。ボックス内にクロスが通ります。ボールがこぼれました。クリアできるか。90分の試合を終えて試合はドローです。この後延長戦に入ります。決着は延長戦に持ち越されます。キックオフです。最後まで戦い抜いてほしいですね。いいパスだ。ここはクリアします。アタッキングサードでボールを回していきます。今のパスで完全にクロス、あーっと入った。シュートはディフェンダーに当たったもののそのままネットを揺らしました。ブラックキャッツのビハインドで試合再開です。メッシ中に入れてくるか。相手に当たってコーナーキックになりました。さあボールを蹴った。これはキーパーのボールになります。見事なパスカットです。何かしてきそうですが、そこで失うのはまずい。キーパーがゴールを守ります。これはファインセーブ。またもコーナーキックです。コーナーからエリア内へ。このクリアは小さい。まだピンチが続きそうです。いいタックルです。ボールがこぼれている。ボールポゼッションを守れません。ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。アディショナルタイムが1分追加されました。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。どこに入れてくるんでしょうか。延長戦後半のキックオフです。
パスコースにはディフェンスがいます。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ジェラード、コンパニー、パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。エツリュ、いいボールを送りたい。コロナ、ここはタックルで止めました。ボールをダッシュしています。ワンダラーズがアタッキングサードに攻め込んでいきます。深くえぐってからのクロスです。どこから攻めてくるのか、ブロックしました。インターセプトします。決定的なゴールとなるか。入った、ゴール。この選手はこれで今日2得点、素晴らしい活躍です。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。これは見事なパスカットです。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。決まれば1点差。ボールはオフェンス側がリカバーしそうです。さあカウンターを仕掛けるか。これはいけそうだ。ピンチを抜け出せるか。決まった。一度はキーパーのセーブに阻まれましたが、今度はゴールに沈めてきました。ここで試合終了です。ホームチームが敗れる結果となりました。今日はチームにとって苦い